はい、どうも、TG です。ダーデューバレーやってきます。よろしくお願いいたします。まず、天気予報。また雨ですね、明日。はい、じゃあ今日のうちに種買っておきたいですね。水やりしなくて済みますからね。次が占い。はい。あら、今日の精霊たちは少々苛立っているようです。不運な一日になるやもしれません。やだなぁ。ソースの女王。こんにちは。ソースの女王へようこそ。手持ちの秘伝レシピ帳からとっておきのレシピをお送りします。今週は、野菜炒め。野菜を食べたい時にぴったりの一皿ね。ごま油少々で野菜を炒めて。そこに新鮮な生姜とニンニクをたっぷり加えるの。ほら、この香り。美味しそう。私ニンニク苦手なんですよね。お、野菜炒めのレシピを覚えた。これであれですね。キッチン、おー、なんだ。あ、桜舞ってる？あー、どうも、おはよう。おはよう。あんた最近、岩を割って鉱石を探してるみたいじゃないか。いいね。ありがとう、いいね。ただ、見つけた鉱石を最大限活用したかったら、溶鉱炉が必要になる。それで、うちのほこりぶ、ほっくい、すいませんね。ほこりをかぶってた。予備の設計図を持ってきたんだ。ほら、使ってくれ。もういい人だね。ありがとう。溶鉱炉の作り方を覚えた。溶鉱炉を使えば、鉱石を溶かして延べ棒が作れるようになる。延べ棒はクラフトや建築、道具のアップグレードに使えるぞ。はいはい。銅の延べ棒をいくつか持ってきたから、あんたの道具をグレードアップ、アップグレードしてやるよ。そうすれば仕事がもっと楽になるぞ。それじゃあ俺はこれで、またな。おお、いい人ですね。クラフト。あ、これですね。銅鉱石20個と石10個。石25個。基本の肥料。肥料なんてあるんだ。作れるようになったのはそれくらいですかね。じゃあまず、パースニップができた。パースニップはもう出しちゃっていいかな。あ、プレゼントして歩くか。どうしよう。まずとりあえずお水をあげて、よいしょ。水をあげて、あ、でも雨の日に買って種を買って植えれば水をやらなくても済むのか。これ端っこあげられてるね。よいしょ。でも1日もったいないからやっぱりパースニップあたり買っといた方がいいかな。これで、どうしよっかな。銅鉱石ってこれか。6、全然足らないな。あれですね、延べ棒で武器鍛えたいな。これが強くなって戦闘が楽になればもっと探索しやすくなりますもんね。溶鉱炉を作るためにはもっと必要だから、もし時間が空いたらすぐに行った方がいいんですね、洞窟。あと、なんか来てるな。火事にチャレンジ。これからも鉱石を掘るつもりなら溶鉱炉を作っておくと便利だ。溶鉱炉を作るだね。オッケー。で、まずは、何か拾えるものはないですね。あ、タンポポも持って歩くか。いろんな人とね、仲良くなってた方が、効率的にいいんではないかと思うので、タンポポも持って歩こう。全部配ろう。
と、違うんだ。あ、日曜日だから週変わったんだ。ハート1個ついてる。他の人たちにもあげていきたいですね。うん、誰にあげようか。とりあえず、誰だっけ？名前が出てこない。お？ルイスさん？あー、こんにちは。どうも？親子みたいだね。同じような服装して。なんてありさまだ。つったすごいね。ここはベリカンタウンの公民館というか、その残骸だな。錆びれちゃってるもんね。かつてのここは街の誇りだった。いつだって活気に満ちていたんだ。だが今や見ての通りだ。嘆かわしいだろう。なんで使わなくなっちゃったんだろうね。昔の若者はテレビの前に座る代わりに地元の社会と交流していたものさ。年々使わなくなっていっちゃったんだろうね。なあ、年寄りのざれ言なんだが、ちょっと聞いてくれないか？いいよ、おじちゃん。実は、除者社がここを倉庫にしたいので土地を売ってくれと言っているんだ。それで悩んでいてね。売ればペリカンタウンの財政は楽になるんだが、どうしても踏み切れなくてね。私のような老人は昔の名残を手放しがたいんだろうな。どうしてもな。町の誰かが除者社のメンバーシップを買ったら、私はここを売るつもりなんだ。私はならないよ、ルシさん。ふう、さて中に入ってみようか。いい BGM だね。わー、さびれてるね。おや、これはなんだ。多分ヴィンセントとジャスが中に入って遊んだんだろうな。なんだか前に見た時よりも一層荒れてるな。お？なんか手振ってるね。かわいいね。どうした？お？どうかしたのか？具合でも悪いのかね？具合なのかな？頭なのかな？あれ？ってなってる。何かいたのかい？まあ、こんな様子じゃネズミの巣になっててもおかしくはないだろうな。お！かわいいな。ようなことはやめてくれないか、TG。すいません、なんか。TG さん悪くないんですけど。さて、そろそろ家に帰るとするか。お腹が空いたからね。ん？そうだ、これからはここの鍵は開けたままにしておくよ。そうすれば、空いた時間にネズミを駆除しに来れるだろう。ネズミじゃないんだけどね、いたのはね。何か変だ。この建物はもっと調べた方が良さそうだ。後で戻ってこよう。時間がある時にちょっと覗いてみますかね。でもここにいるんじゃん。じゃあ見るしかないですね。ここら辺は調べられ、あ、なんかいる。調べられない。これね、ほこらみたいな。なんかいますね、下に。あー、行っちゃった。船に？なんかいろんなとこに動かせるけど。わからないね。
こら辺も調べられるものはないですね。ちょっと BGM が怖いな。暖炉。掲示板がある。掲示板。いや、何も調べらんないですね。でっかい銀行だな。ここはなんだ？かまどかな？なんだろうか。さっきの子戻ってない？あ、もういないね。なんですかね。で、こっちに来たんなら、こっちか？セバスチャンだっけ？名前がね、覚えられないんだよね。あたわれない。彼になかなか会えないんですよね。プレゼントあげたいんだけど。出てきてないかな。お、マルさん、こんにちは。牧場での仕事は楽しめてる？うん、楽しいよ。それはよかったわ。あ、それだけね。寝てる。彼とはなかなか仲良くなれなさそうですね。あと、ルイスさんにあげなくちゃ、そういえば。ポロネギだっけ？持ってるやつ。こっちじゃない。水仙も取っとこう。何が喜ばれるんだっけ？水仙の方だっけ？あ、タンポポは美味しいサラダになる。じゃあ、主婦の人には、そっちあげた方がいいのか。これ前と同じかな。鉄の延べ棒はちょっと無理だな。パパにいたずらを仕掛けたいんだけど。あ、誰だ？ジョディ、今日はこれでお休みよ。これ以上家に閉じこもってたら気が変になっちゃう。ジョディさん、これあげるよ。あっ、え、これ大嫌いなの。ごめんごめん、知らなかったよ。ごめん。種買いたい。パースニップは育てといていいですよね。1,2,3,4,5。サヤエンドウ10日。あ、もう持てないね。持てないや。プレゼントをさばいてからにしましょうか。あ、あとこっちこっち。お、外にいるね。よう。俺と話がしたいって？今忙しいんだ。ああ、なになに、何使ってんの急に。あ、びっくりした。パスニッパあげるよ。生かしてるじゃん。サンキューな。いいえ。あ、おばあちゃんいた。おばあちゃんもタンポポ嫌い？あ、おばあちゃん喜んでくれる。まあ素敵。ありがとうね。かわいいね、おばあちゃん。海の近くに住むのって素敵ね。波打つ音で心地よく眠れるのよ。海があるときは大変そうだけどね。子供の頃は潮が引いたときに貝殻を探しに行ってたわ。あの頃はよかった。ちゃ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 、なんでさ急に使うの。そんな、なんか武器とか使うのって Y だったはずなんですけど A で使っちゃうんです。痛い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 。ちょうちょ蝶々。私は20年以上ペリカンタウンの町長をやっておる。選挙の時、誰も私に反対票を出さないんじゃよ。つまり、みんな私の仕事っぷりに感謝しておるんじゃな。うん、そういうことにしとこう。うん。これからも町長でやっていきたいの。こういう人がいてくれると助かりますよね。ちゃ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 。誕生日プレゼントだって、ありがとう。これでよかったかな？どうした？ペニー、こんにちは。今日の天気は興味深いと思わない？なんか飛んでるよね。ごめん、なんでもないわ。タンポポどう？あ、喜んでくれた。ありがとう。このプレゼント、とっても素敵。よかった。
あとはパースニップ、サムとか、あ、自分の部屋だね。どうした、こんにちはお姉さん、かわいいね。タンポポいる、つまんないのいらないか、そっか、ごめんな。あとどうしよう、プレゼントだけでなんか終わっちゃいそう。一日クリントさんもパースニップ喜ぶかな。クリントさんはここですね。クリントさん、あんたやることはないのか、暇みたいに言わないで、人を会いに来たんだよ。面白いプレゼントだな、ありがとう。あ、みんなパースニップ好きなんだね。あと開けてないのって誰だ。あ、ロビンさん、おじいちゃんもいなかったんだよな。セバスチャン、セバスチャンさ、いつ出てくるんだろうか。会えないとあげられないよね。あ、種買っとこうかな。手ちょっと空いたもんね。お、誰だっけ？キャロライン。今日はリラックスして前向きに考えることにするわ。あなたは休みを取ってる？まあ自由ですから、もともと。推薦どう？喜んでくれた。あら、ありがとう。もらっていいの？どうぞどうぞ。そこら辺から蒸したやつだから。どうぞどうぞ。パースニップもっと育てておいた方がいいかな。みんな喜ぶもんね。ここ。サヤエンドウも育てたいでしょ。カリフラワー。カリフラワー4つぐらいやっとく？2、3。ああ、1000円切っちゃった。あと、サヤエンドどうしようかな。サヤエンドもやっとこうか。今何が、どこの列が空いてるんだっけ？5個並べたところは、1箇所、2箇所ぐらい空いてるんだっけ？ 1 箇所か。パースニップでしょ？サヤエンドウも4つにしとこうかな。1、2、3、4。で、一旦か、あ、おじいちゃんいた！おじいちゃん。おじいちゃんいたや。おじいちゃん。寒くない？昔は手編みのセーターをもらえたんじゃがな。はぁ、あ。あ、食べちゃった。おじいちゃんさ？おじいちゃん、おじいちゃん。ありがとう。いいえ。喜んでくれましたね。みんなパースニップ好きね。セバスチャンにもあげたいんだけどな。セバスチャン。いつも道間違うんだよね。こっちか。こっちから上ですね。こっちだね。家に引きこもってられたらあげられないんだよな。どうも。いない。あ、びっくりした。今出てきた。おはよう。ねえ、お前の名前はデイジーだったかな。そうだよ。セバスチャン目死んでない？これどうぞ。ありがとう。嬉しいよ。やっぱ笑顔はいいね、みんなね。ロビンさんにあげるものなくなっちゃった。ああ、あの人なんだっけ？なんだっけあの人？ライナスさんだっけ？にも何かあげたかったですね。今種しかないや。じゃあちょっと種植えておこうか。種植えて、今日はもう微妙に夕方に近くなってきちゃったから。ほんと？こうか。A でも使えるんだね。
んと、こうか。お、おっと。これは通り抜けができない。よいしょ。で、こうか。ん？これは A では使えない。何が違うんだろう。A でできるアクションとできないアクションがありますね。よいしょ。よいしょ。で、かかし増やしておこうかな。じゃあ、ここに置いておこうか。でも、微妙だな。マス、どっち寄りにしようか。何を使うんだっけ？かかしって。繊維、木材、石炭。石炭、繊維、木材。で、かかし、一つ？とりあえず一つでいいかな。ここに置いとく？こっちは混ぜこぜだから、まあ、できたらできたでいいかなっていう感じなんですよね。上下は全部守れなくても多少は、このかかしくんたちで守ってくれると思うので、これでいいか。しまって、今はいらない。こんな感じでいいかな。で、ここの通りがちょっと見づらいから、こうか。ここら辺の木はちょっと切っちゃおうかな。よいしょ。よいしょ。2、3、4、5。よいしょ。ここもちょっと見づらいからね。よいしょ。よいしょ。3、4。ん？これなんだ？あ、カエデの種。ここにも木があった。お、よいしょ。2、3、4、5、6、7、8、9。あ、押しっぱで大丈夫だった。一回一回ボタン叩いてじゃない。ボタン押してました、私。よいしょ。ほい。エネルギーが減ってきちゃった。あ、まあ、でもまだ切りたいな。よいしょ。あとどうしようかな。これは切れないんだっけ？あ、切れない。切れない。ギリギリいけるかな。まあまあまずい。もうまずいぞ。でもまだ作業できるから何か食べようかな。エナジー35、25、30、40。ポロネギ食べようか。はい。いい音だね。これも切っちゃう。頑張れ。よいしょ。オッケー。なんだっけ。なんか、ライフとか回復するのに使えるやつができるやつ。もうダメかも。もうダメかも。帰らないと。なんとかバーみたいなやつ。あれ作るのには、カエデが多分足らないんですよね。ん？よいしょ。カエデの種とどんぐり、松ぼっくり。2個。どんぐりも少ないけど、作れないことはないのか。じゃあちょっと作って食べようか。よいしょ。あ、45も回復するのか。1個。2個ぐらい？うん。で、いっか。で、
旦閉まって、で、食べよう。はい。もう一個ぐらい食べよう。よし。で、もうちょっと切りますかね。あとは、ここら辺と、あとは緑のところに茂ってる木たちを片付けたら大体、一通りの整地は終わりかなって感じはするんですけどね。とりあえずね、この茶色のところの木たちはやっつけておかないと、建物が建てらんないと思うんですよね。緑のところまでね、建てられるんだったらいいんですけどね。ちょっとわかんないからな。ん？おっと？これギリギリか？危なーい。今日はじゃあこの辺で終了にしておきますかね。うわ、ブルブルしちゃった。あ、疲れを感じてきた。まずいぞ。もうまずいですね。じゃあ、しまって。明日はじゃあ、雨だって言ってたっけ？これはいらないですね。釣り具もいらない。クワ、斧もいらない。カバもいらないか。明日冒険行こうかな。うん、こんな感じでいいでしょう。よし。今日何も出荷してない。何か出荷しようか。パースニップをあげたいからな。いいか。あ、あとツール用の、これを作っておきましょう。箱を。で、ちょっと待ってね。出して、箱、コン、じょろ、こんな感じでいいかな。ツールは何色がいいかな？音かわいいな。青にしとこうかな。あ、かわいい。でもこっちに置いた方が良かったかな。これどうやって運べるんだろう。あちゃ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 。でもまた斧で取んなきゃダメかな。え？斧で取れない？え、これどうしたらいいの？あ、びっくりした。取れた、取れた。あ、びっくりした。こっちに置いた方が間違いにくそうですかね。なんと、これか。こうだ。よし、寝よう。それではおやすみなさい。はい。じゃあ、明日、精霊さんの機嫌が悪くなければ、冒険行きますかね。はい。ご視聴いただきありがとうございました。また次回もよろしくお願いいたします。ありがとうございました。バイバイ。